では始めましょう。ママかしら。不思議ね。もう明日が待ち遠しい。おはようございます、大魔王様。では始めましょう。悪くないですね。じゃあ、いや、なんじゃ。よし、まあ、なんだか。しっかり休んでね。おやすみなさい。おはようございます、大魔王様。文句はないな。悪くない。かなりレアだ。大物が出たぞ。大当たりだ。なるほど。大物が出たぞ。まずまずだな。光栄です。ジョーカーはいい。民の顔を見るとホッとする。だ、おい、レビア。はい、大魔王様。なぜそんなに後ろを歩いているんだ。なぜって、その、進化たるもの、主君と肩を並べて歩くわけには。忍んで城下に来ているというのに、これではかえって目立つぞ。それは、その。それとも、俺がついてきては迷惑だったか。お前が出かけると言うから、つい便乗してしまったが。とんでもございません。敬語も目立つぞ。申し訳、いえ。あ、なぜそこで笑うのですか。いや、お前が涙ぐましい努力をしているからつい。ちょっとゼアバラス。そう、その調子だ。やればできるじゃないか。ついでに、そろそろ諦めて俺の隣を歩け。まあ、ひたの気も知らないで。やれやれ、ようやく表情が和んできたな。それにしても、毎度のことながら変なところで意地を張るのが面白い。また笑ってる。そうか、あいにく自分の顔は見えんからな。見せてあげられないのが残念よ。すっごく意地の悪い顔してるわ。お前の気のせいだろう。ところで、今日は鍛冶屋へ行くんだったな。ええ、せっかくのお休みだからジェンビアスの手入れをお願いしようと思って。ここのところかなり無理をさせているし。うんと綺麗にしてもらおうね。よし、任せといてくれ。ランスサイズのスペシャルエステ特エスコースで小傷も曇りもピッカピカだ。ありがとう、よろしくね。ゼアブラス、お待たせ。ジェンビアスの見立てはどうだった。致命的な疲労はないみたい。念入りにメンテしてあげてくださいってお願いしちゃった。そうか、大事なくてよかったな。ええ、ほっとしたわ。随分と無茶をさせていたから。ゼアブラスは剣の棚を見ていたの？ああ、珍品から技物まで揃っていて飽きない。昔から剣が好きよね。振るのも
剣が一番強かったし、相性がいいんだわ、きっと。今の俺には必要ないものだがな。まさしく無用の長物だ。あなたの剣は今も奴に突き刺さっているのよね。ああ、奴にとっては痛くも痒くもないだろうが。そんなことないわ、レリア。だって確実にダメージは蓄積してるってファウストが言ってたもの。私はあなたの太刀を継いで戦うのよ。そんな風に言わないで。そうだな、すまない。やだ、そんな笑い方しないで。それにどうせならありがとうって言ってよね。あ、ねえ見て、この短剣なんかあなたに似合いそう。確かになかなかいいな、この渋い艶。魔力を通したらきっといい輝きになる。買っちゃおうか。はあ。そうしましょう。あの、すみません。 おい、レビア、買ってどうする。気に入ったんでしょ。持っていたらいいじゃない。武器は二つと同じものがないんだから、巡り合いは縁よ。目があっていいなって思ったら捕まえておかないとね。確かにそうだが、そういうことではなく。お金のことなら大丈夫。こう見えても私結構お給料いいのよ。あなたどうせお財布なんて持ってないでしょ。任せといて。お店の外でちょっと待っててね、すぐ済むから。好きにしろ。ありがとう、私のわがままを聞いてくれて。言い出したら聞かないからな、お前は。お待たせ。あの包み本当に買ったのか。ジェンビアス、もうちょっとかかりそうなの。特に用事がなければ少し付き合ってくれる？ああ。よかった。じゃあ行きましょう。うん、いい天気。帰る頃にはきっと洗濯物が乾いてるわね。こうしていると魔界が危機にさらされていることなんて忘れそうになるわ。そうだな。何かの間違いだったらどんなにいいか。でも現実分かってる。本当にいい探検だわ、綺麗。その剣一体どうするつもりだ。お前にはジェンビアスがあるだろう。ええ、そうね。それに私、剣を使うのは苦手、センスがないみたい。昔あなたの太刀筋に憧れて頑張ってみたけど全然ダメだった。ちょっと寂しかったな。でもそのおかげでジェンビアスに会えたんだけどね。それならなぜ。あなたに持っていて欲しかったの。思った通りだ、魔力を通すと美しい。当然よ、だって今の私が放つ魔力はあなたの魔力でもあるんだから。これはあなたの剣、受け取ってくれる？レビア、私はあなたにたくさんのものをもらったわ。数えたらキリがない。力、優しさ、いたわり、それから憧れ。お返しするには足りないけど、でもさっき店でこの子を見た時、今の私があげられるものはこれしかないって気がして。あなたの理想のための一振りになること、それが私にできる唯一のこと。今までもこれからもずっとそのことをレビアは何よりも誇りに思っています。わかった、その剣、その思い、ありがとうございます。己で振るうことはかなわん、だがいかなる時もそばに置こう。きっとお前の優しい光が俺を守ってくれる。はい。が今日一日が終わるまでは受け取れん。お前が持っていてくれ。え？どうして？必要なかろう。
お前自身が俺の隣にいるのだから。それは、その…ジェンビアスが戻ってくるまで、まだ時間がある。もう少し辺りを歩こう。あの、でも…俺のそばにいて、守ってくれるんだろう。ちょっと待って、ゼアボルス。また私のことからかってるでしょ。そんなことはないぞ。うん。その笑い方は絶対にからかってる。もう、本気で言ってるのに。無論、知っているさ。さあ、どうする？お前が一緒に歩いてくれないとなると、俺のそばはがら空きになるわけだな。歩きます。歩けばいいんでしょ。そうか、ありがとう、レビア。ずるいわ、そんな言い方して。こっち見ないで、不一致しないでよ。そっくりそのまま返してやる。さあ、行くぞ。まったく、これでは逆さまじゃないか。休日も、街歩きも、俺はレビアを気遣ったつもりだったのに。俺の方がうっかり、落雷するところだったじゃないか。おやすみなさい、ツヤボロス。おはようございます、大魔王様。よく来られた。さあ、行きましょうか。
割と好成績ね。おはようございます、大魔王様。まだ上を目指すわ。よく来られた。できる限りのことをするわ。よく眠れましたか？よし、そろそろ今日の修練は終わりにするとしよう。申し訳ございません、こんな遅い時間まで見ていただいて。気にするな。疑問があるときはその日のうちに解決した方がいい。悩んだ甲斐あって肩も一段と良くなったぞ。はい、ありがとうございます。もしよろしければお部屋までお送りさせてくださいませ。暗いですし、足元も危のうございますから。俺の周りの連中はみんな過保護だな。ダメでしょうか？いや、せっかくだ、頼もうか。はい。今宵は夜気が一段と冴えている。今日はなんだか空気が澄んでいますね。ああ、どうかなさいましたか？今お前と同じことを考えていたので少し驚いた。ひょっとしたら覇王の指輪のおかげかもしれません。指輪の？私も最近大魔王様のお考えを肌で感じることがあります。修練中は特に。自分では思ってもみない動きをした後、少し遅れてこれは大魔王様の思い描いた奇跡だと気づく。そういうことが、まるで体が自分のものではないような、でもとても心地いいんです。不思議な感覚。レヴィアの魔力と覇王の指輪に込められた魔力の結びつきが一層強まってきた。そういえば今日はかなり集中していたな。立ち回りも実に小気味よかった。ありがとうございます。すべて大魔王様のお力です。お前の努力の賜物だろう。世辞はいらん。お世辞ではありません。本当のことです。最近は心が静かになってきて、いろんなものが見えてきた気がするんです。様がゼアボロスがそばで私のことを必ず見ていてくれるってようやく腑に落ちた気がするの。当然だろう。俺とお前は共に戦う同志以上の存在だ。うん、ありがとう。思えば候補者に選ばれてからずっと焦ってた。自ら志願したとはいえ、期日までにこの大役を果たすことができるのかって、ゼアボロスの信頼を裏切ることになったら、そう思うと怖くて。レヴィア、ずっとあなたの背中ばかり見てきた。でも最近はね、私も
一緒に走り出せる気がしてきた。だからというわけじゃないんだけど、一つお願いを聞いてもらえる？ああ、言ってみろ。手をつないでもいい？手？願い事というから何を言うのかと思えば、そんなことでいいのか？うん、わかった。ほら。なんだか夢みたい。大げさだな。そんなことない、本当に夢みたいよ。こんなに穏やかなレヴィアの笑み初めて見る。惜しいな、こんな暗がりでなければもっとよく見えたもの。せめてもうしばらくこのまま。ねえ、あっちの渡り廊下歩かない？少し遠回りだけど、もう少し一緒にいたいから。ダメ？いや、俺も同じことを考えていた。気が合うな。本当？ああ、きっと風が吹き抜けて心地いい。行こう。ええ、ゼアボロス。もし指輪を通して思いが伝わるなら、願ってみようか。あともう少し、このまま手をつないでいられるようにと。今この二人きりで、ね、しっかり休んでね。おやすみなさい。おはようございます、大魔王様。お待ちください、大魔王様。ああ、レヴィア。その今夜はお暇でしょうか？今夜特に用はないぞ。どうした？お部屋を訪ねてもよいでしょうか？別に構わないが、珍しいな。そのどうしてもお見せしたいものがあって。では夜に。どうしても見せたいもの。さて、そろそろ夜も更けてきたが。大魔王様、レヴィアです。ああ、入れ。夜分に失礼いたします。気にするな。ここがゼアボロスの。そういえば、レヴィアが俺の部屋へ来るのは初めてだな。はい。こさっぱりしていて、とても大魔王様らしい。ごちゃごちゃ物が置いてあるのが好かないだけだ。で、見せたいものとは何だ？あ、そうでした。少しの間、目をつむっていてくださいますか？目を？わかった。これでいいか？はい、ありがとうございます。うん、何か準備が必要なものなのか？なあ、いつまでこうしていればいいんだ？もう少々お待ちくださいませ。どうした？大丈夫ですから、もう少しそのまま。何をしているのかわからんが、妙に危なっかしいな。これでよし。お待たせしました。さあ、目を開けてくださいませ。レヴィア、一体何が？ん？テーブルに茶菓子が。
それは後にして、まずはこちらを見てください。ほう。今日は血染めの星の日です。そうだったか。毎年楽しみにしていたというのに、慌ただしさにかまけて、すっかり忘れていた。私もです。レヴィアに休め休めと言いながら、人のことを言えないな。二人で星を見上げるなど、久方ぶりだ。はい、昔は赤い星を見ながら一緒にお団子を食べました。いつもより夜更かしをして食う団子は、最高にうまかった。そうおっしゃると思ったので、ちゃんとお持ちしましたよ。本当か。では、一緒に食おう。でも、もう少しだけこのまま。お願いです。レヴィア。昔の私に教えてあげたい。二人で星を見る夜を心待ちにして、指折り数えて待っていた。あの頃の私に。心配しなくていい。この先何年もずっと、私はゼアボロスと一緒にいるわよ。俺も過去の自分に伝えたい。当たり前のように寄り添う日常は決して当たり前じゃない。お前の隣にいるレヴィアはこの先こんなにも長く俺のそばにいてくれる。このゼアボロス、なんだ、どうした、泣いているのか。おかしなことを言うから。おかしくはないだろう。だってその言い方、かわいそうじゃなくてまるで遺言みたいに聞こえるわ。あ、遠い未来の約束はしなくていいから。だから次の赤い星の日も忘れずにお団子を食べましょう。約束して、ゼアボロス。ああ、わかった。どんなに苦しいことがあっても、年に一度はこうして空を見上げよう。互いに寄り添い、そしてほんのひととき昔に帰ろう。約束だ。休みなさい、ゼアボロス。昨夜はよく眠れましたか？